はい、皆さんこんばんは、スルメです。今日もですね、あつ森やっていきたいと思います。はい、11月にね、なったので、なんとなんと島にね、キノコが生えるようになったんですよ。あったあったあった、これこれ、平たいキノコと細いキノコと、あと平たいキノコが2個生えてます。あとね、これこれこれは多分あいつがいますよ。あいつがスコップで掘ってみたいと思います。ヘイ、おー、やったー、これトリュフです。やったー。珍しいキノコっていう名前なんですけども、土の中に入ってるし、もうこの見た目は完全にね、トリュフですね。やったー。キノコはね、木の周りに1日5個ね、生えるみたいなんですよね。この島にはですね、果物のならない木がここにあるね、7本しかないんですよ。まあ、なんでかっていうと、木ってね、揺らすと蜂が出てきたりとか家具が出てきたりするんですけど、家具はね1日2個出てきて、蜂は1日5匹ね出てくるので、ここにね7本だけあることによって、ここの木を揺らせば絶対に家具か蜂が出てくるので、すごく効率がいいんですよ。なので私の島にはね、普通の木はここに7本しか存在してません。で、まあ、運のいいことにね、今回キノコも木のそばに1日5個出るということなので、もう全部ねここで完結できるので、すごい効率的なのでおすすめです。いろんなところに木があると、なんかいっぱいね、いろんなとこ揺らしまくって蜂探しとかしないといけないので、結構ね大変ですもんね。だからね、もう絶対出てくるってもう分かってるわけなので、こうやってね網を持ってスパンと捕まえられちゃうわけですね。キノコってさ、食べれるんですかね。あ、1個食べるがあるわ。食べてみましょう。で食べてる。いや生でキノコはやばいって。いや絶対やばいよ。しかも野生のキノコでしょ。絶対焼いた方がいいよ。ここに飯盒あるしさ、キノコご飯とかにして食べた方が絶対いいと思うんだけど。いや生のキノコはやばいって。せっかくなのでね、この秋の味覚をお裾分けしたいと思います。はい、どうぞ。平たいキノコだ、めっちゃいい香り。ちゃんと火通して食べるんだよ。キノコがね生えるようになったので、 DIY でもねキノコレシピが結構ねあるんですよ。じゃじゃーん、キノコのリース、可愛いですよね。これね、島内放送、毎日のしずえさんの島内放送でしずえさんがねくれたんですよね。でこれがキノコのステッキなんですけど、これただのキノコじゃないですか。もうめっちゃただのキノコだなと思って、これをねブンブンぶん回して、着替えとかをねしたいなと思います。ただこれがね、細いキノコと星のかけらが必要で、私星のかけら持ってないのでね、まだ作れてないんですよ。あとこれもねキノコのスツールなんですけど、これもねただのキノコ丸いキノコ2個でできるので、私これはね1個作ってるんですけど、でこれもねリメイクできるんですよ。はい、これがね普通のスツールで、リメイクすることによって白キノコ、怪しいキノコで、私がこれリメイクしたんですけど、この赤キノコと黄色キノコがあるんですけど、この赤キノコがさ完全にマリオだなと思って、もうマリオのキノコだなと思ったので、可愛いなと思って赤キノコをリメイクしました。はい、こんな感じ、可愛いんですよ。めっちゃ可愛くないですか。完全なるねマリオのキノコですよね。まあそういうことでね、私も今日こういう格好をしておりますマイデザインとかでは全然ないんですけど、普通にねゲットできる服たちでちょっとマリオコーデをしてみました。ベースボールキャップとファームなオーバーオールとレザーのショートブーツでねマリオコーデしてみました。赤いキノコがねすごく可愛かったので、こんなものを作ってみました。じゃじゃーん、ハテナボックスから大きくなるキノコが出てるやつ。はい、もうハテナボックスをマイデザインで作って、その上にねこの石のスツールを置くことによって、ハテナボックスをねボンって叩いたら大きくなるキノコが出てくる瞬間みたいなね感じになりました。どうですか、結構ハテナボックスじゃないですか。こんなね、まあ、普通にね座れちゃうんですけど。
ハテナボックスだけ置くだけだと平面になっちゃうので、ちゃんと立体になるようにしてて、ここにねハテナボックスの影も作ってます。影があることによってちょっと浮いてるようにね見えるかなと思います。マイデザインなのでね全然通れちゃうんですけど、はい、ではねちょっとマイデザイン見ていただこうと思います。はい、ハテナボックスはこの上の部分とハテナボックス部分とこの影の部分で3つでね構成されてます。はい、ハテナボックスがねこんな感じなんですけど、ハテナボックスって正方形っていうか立方体っていうか真四角な感じだと思うんですけど、最初はね普通にそうやって作ったらなんかね平べったい感じになってしまったので、貼り付けた時に、地面に貼り付けた時に正方形に見えるようにちょっとね長細く、あえてね長細くしてます。で、平面のハテナボックスだとキノコ出てくる感じがしないので、立体にしたくてこういう風にねちょっと立体になるようにしております。ハテナボックスってこの角の部分でですかね、このここの部分がちょっと落としてある感じのデザインになってるので、それをねイメージして作りました。はい、でこれが上の部分ですね。ここからキノコがポコンって出てくる感じになってます。こちらが影なんですけど、ハテナボックスをね浮かせて見えるようにと思ってハテナボックスの影をね作りました。草むらの三角部分をねこうやって描くことによって地面がね透けているように影っぽくなるように作りました。はい、こんな感じでハテナボックスでございます。ここの位置がね一番ハテナボックスが浮いて見えるかなと思うんですけど、上から見ても結構いい感じなんですけど、ただやっぱ下から見ちゃうとねやっぱ平面だなっていう感じがしちゃいますね。はい、マイデザインなんでねいろんなところにちょっと貼ってみたんですけど、住民の人たちもね喜んでくれるといいですね。タコヤめちゃくちゃハテナボックス気になってるんじゃないですか。ドーナツ片手に、え、なんだこのボックスは、押せるのかって思ってる顔してるよ。これは4号ちゃんもね筋トレしてるけど絶対ハテナボックス気になってますね。いや、ちょっと4号ちゃんとタコヤがめちゃくちゃウキウキしてるんですけど、ご機嫌すぎない？もうハテナボックスがめっちゃ気に入ってくれたのかな。え、めちゃくちゃ喜んでるじゃん。ちょっとカール何やってんの？それペットのベッドなんですけど。ちょっとめっちゃ収まりいいけどさ、いや何やってんの、ちょっとペットのベッドでさ飴食べてんの？赤ちゃんじゃん。あ、やっといなくなった。あ、もうスライムもぺちゃんこだよ。はい、こちらがねペットのベッドっていう家具なんですけど、マイデザインでね貼り付けることができたので、スライムのねマイデザインを貼ってちょっとスライムをね飼ってるかのような感じにしております。はい、ということでですね、今回もあつ森やったんですけども、キノコがね生えてきてキノコの家具とかもねいっぱい作れるようになると思うので楽しみがねすごく増えました。こんな感じでゆるゆるとやっております。もしよろしければチャンネル登録高評価いただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。コメントとかもねすごく嬉しいので、え、どうしたえ、なんか待って、え、ビンタと4号ちゃんがさ楽しく話してると思ったらいきなり落ち込み出したんだけど、何どうしたの、そんなことある、あんなに楽しそうに話してたのに、何があったのビンタ。この間4号くんにちょっと食べ過ぎなんじゃないってそれだけかい。